どうもボボビーーーボビーーアトレのです、えー、先ほどですね、えー、なんかマシンのトラブルがあったみたいなので、ね、もう一度、お <laughs> 初めて、えー、配信するかのようにですね、えー、配信、えー、させていただきたいと思います。それではですね、えー、オープニングムービーをどうぞ。 ボビーです、えーアトレの今日もですね大阪のボビー・アトレーザーのアトリエからですねライブでお届けしております実は先ほどですね、えー、一旦、えー、配信してたんですけどもカメラが止まったのかなんかで、えーえー、あの中断することになってしまいましたで、ね、再び、えー、配信を進めさせていただきたいと思います ね、日曜日皆さんどうお過ごしでしょうかねうんあのー、そうですねえー、今はこれ動いてるかな <laughs> 昨日はですね、えー、今日もあそう朝からですね <laughs>、えー、ピンク・フロイドのですねの動画を見たりとかですねいろいろこう聞いてるんですけどねやっぱ音楽をおやっぱ聞き聞きながらですね、えー、過ごしてるんですけど UV はですね、えー ピ,ピングロードの、えー、トリビュートバンドのね、えー、ライブにですね、えー、行ってきました。ここからね30分アートリーが30分ぐらいのところなんですけども、のライブハウスですごくねあのいつ,いつになくいつも綺麗なところなんですよ本当にピカピカの店で、えー、まあこのご時世なんで余計にもうビカビカですよね。うんあなんかすごくいい。 環境の中ですね素晴らしい演奏とですね素晴らしいこうなんていうの快感です、ねうん、やっぱりこの最近まあ配信の、ね、ライブもよくうう見る機会が多いんですよ。だけどねあの配信のライブはライブでこうおおええー、なーと思うんですけどやっぱり生でねあの極上のねあの演奏を聞くとすごいこう。 なんか体感ですよねもう本当に体で感じるというか波動というかエネルギーというかねそれをですね浴びてきましたねうん久しぶりにでまあ本当にえなんかこうライブ体験というのはすごいいなと思ってでまあ今日の配信もねちょっとこう時間がえもう4時前ですか。 ねえー、なってしまいまいけどね今日もお、ね、朝からですね、えー、お問い合わせとかいただいたり、えー、お電話とかでね、えー、いろいろしてたらですね、えー、この時間に、えー、こうずれ込んじゃいましたけどね、うん、もう本当にありがたいことでね、うん、日曜日にね。でそ,それもねおそらくね、えー、今この,キャンあこのキャンペーンをね、えー、してるってこともあって、ねあのー、ちょうどそういう時期なんですね。 うん、ありがたいことです、ね、こ,のこ,のこれウェブショップですよ。ねえーまあ、普段その在庫とかを、ね、用意しているわけでもないんですけども、あのー、これを機会にね、えー、オーダーとかをねいただいたりちゅ、まああのー、ご予約ですね、うん、いただいたりする機会で、うん、最適やなと思いますね。あそれとこの子もずっとアトリエのね、えー、主ですよ。千山ね この,子もです、ね、あの嫁入り決定ですね、うん、あれがあそのね、えー、お住まいの地域にですねのね方にですね、えー、届いてですね、えー、これを見ながらですね、えー、こうめでていただくっていうか、うんあのー、これを見ながらですねこれをかぶってもらったりとかやっぱり体感をしていただくっていうことは本当にねありがたいなと思いますし。 うん、あのー、嫁入りのね、えー、大事な感じでね、あのー、また、あのー、この後ろのね、えー、トルソーにね、えーあのー、骸骨にか <laughs> ぶってもらうアイテムもですねなんか制作しなきゃなと思いながらね、えー、思います。まあ全てにおいてあの何、ー、んですか思い入れがとかストーリーとか、ね、全部ちりばめられてますからね。 うん、なんかこう流れ作業で、えー、やってるものじゃないので、うん、僕の作品とかやったらねやっぱりその向き合うっていうかねあのなんかこう一個のものにこう向き合いながらあ制作してるんでね、うん、なんか曲作りとかと似てるかかなな思いますね、うんこうふっとんかこう。ふっとなんかこう 何でもそうなんですけど作ろうかなってうーんってこう考えててもひらめからずにですねふっと出かけ,出かけた先の何か景色を見た時にふっとこのフレーズがよぎるとかあそれをねなんかうまくは言えんけどこう雲をこう空気をつかまえるっていうか,、うん、なんか見過ごしてるとこがいっぱいあったりしてそれをこう,うまくつかまえるためのななん何かが。 これ分からへんんかかななんかこう伝わってくれてないけどおデザインする時もそうなんです,しですけどまあアイディアでも何でもそうですけどおなんかこうひらめきをこう捕まえるっていうか捉えるっていうかなんかウフッとねうんそういう感じの時間にねどっか出かけたりとかした時にとか電車乗ってる時とかなんかしてる時とかねあの風呂場でちょっとこう一息ついてねえいる時とかに。 浮かんだしますね。うん。あ、いや、ありがとうございます。あ。<laughs> 今日はゆっくりですね。うん。ゆっくりゆっ、ゆっくりライブですね。うん、あのね、あれよ。あのー。昼間やったんやけど、予定はね、いつもの。で、まあ、ちょっと、あのー、いろいろ。ね、あの、お問い合わせとか。ーメールをとかね、メールを打ったりとかですね。いろいろ <laughs> こう。 用事があってですね。でまあさっきも実はこの配信してたんやけどもあのー、なんかこのカメラがまたあの止まったりしてあまああのー、多分配,配線配線っがあの配信のその Wi−Fi のね、うん、あ,れあれでかと思うけど環境のね日曜日のこの時間帯が多分そうなんかなと思って。ううんでまあも一回、えー なかかったたのように始めたのね。うん、でやっぱこうなんて言うのかな、うん、もう音楽をね、えー、昨日も生で体感した時にやっぱこうお立体的に聞こえるんですよねピンク・フロイドの世界ってねなんかすごい照明もすごい凝ってるんですよ。なんとか映画をなんかすごい壮大なあ映画を見た。 感覚というかその要因が残るんですね、うん、い,いものをを見た時ってねねそれを感じます、ねうん、い,い作品と出会えたりとか、うん、なんかこう今もこ,れ、ね、このねこのシャケさんのお、ね、昨日もシャケさんリーダーですよね「源氏信坊」の。 ニュ、ねえーアルバムをこの,あのネットショップで、えー、注文したんですね、えー、昨日ちょっとシャケさんに <laughs> あのサインをしてもらって、うん、なんかなんかこう久しぶりになんかこうなんかこう余韻をもらうというかね、うん、感動のね、うん、なんかこう素晴らしい人とかなんかそういう。 アーティストの方とか会うと、なんか余韻っていうのが残りますね。うん、電話でもそうですし、いろんな方ともそうですし。うん、今も今日も。えー、ね、お問い合わせをいただいてですね、こう電話でやり取りをしてたんですよ。すごくね、あのー、勇気づけられますよね。こ逆にこっちの方がね。うん、あのー、すぐ感動しました。で、ね、ブログ終わりから。 なんか僕のブログをですね、えー、夜中3時ぐらいまで、えー、ずっといろんなページをですね、えー、ご覧になっててくれてみそうですね。うん、もうそういうふうに、ね、言ってもらうとこの5年そこら、ね、ずっと書き続けたブログがですね、あのよかったなって。うん なんか思いますね。こうだからこういう方と出会うために今今をこういうふうにしているような気がします。この配信もそうです。うん、後々、えー、このね配信がですね、えー、あなんかこれがあったからあ出会えたんねなとか、うんそんな気がしますね。うん、なんかきっとねあのー、そういうふうに感じるんですよ。うんあのー、なんだろうな無駄はないんやろなって。 うん、いろんなことを、ねうん、あのなんかいいフレーズがあって今ちょっと度忘れしたんやけどえっ、ー、とね昔あの日曜劇場で「あの陸王」っていうやつがドラマがあってすごいそのねもうドラマとかそんな見ることもないんやけど陸王はね感動したんですよ。<laughs> なんかやっぱものづくりをしたりとかあしてるからかもしれませんこの僕の場合は一人でですけどなんかね、あのー、そこでね無駄と思えるようなことかもしれないけど「じゃんえー、無駄じゃない」やったかな,なんか,なんかなんかちょっとそういうフレーズがあってねあのメモしておいたんですけどね。 なんかこうやっぱこう無駄じゃないっていうようなことだと思うんですね。あの主人公の息子ね役所高爾さんの息子さんの役のお方がですね。今えー、っとねキングダムの映画の主役やったんちゃうかな。<laughs> 誰でもちゃうかなんか、うん、その方がですね、えー、あの言ってたセリフなんですけどそれがすごく残ってあの当時のね。えー 僕にとってはですねすごくすあの刺されたフレーズだったんですけどね、うん、なんか陸王続きとかないかなと思ったりしますね。うんあのー、僕は、うん、あのテレビドラマはあ唯一でぐらいハマりましたね。うん、はいえー、っとあ いつもライブを拝見するとやっぱりボビーさんはアーティストなんだなと感じますもう最近こう曲が曲作りがねやりたいなと思いながらもね あの今多分僕の中のおーねレザーの神様がですね音楽の神様もいるレザーの神様がですねえこっち今これやろっていう感じで元かな思ったりしてねうんあの思考がうんまあお多分同じとこだると思うよねあのなんてやろアイディア出すとこもそうやしえこう思いみたいなのを伝えることもそうやけどあきっと なんか今はこのレーザー作品を一人の方に届けるために使あのその思考を多分やってるんでしょうね。うん、ねほんまは、うん、なんかこうほら感覚っていうのはね本当んとに、えーね、体はどうしてもねこう <laughs> いろいろ手話も増えたりなんかするけどね。うん いい,いい感じの頭のシワはツルツルやったらちょっと具合悪いんでねほんまん勉強したりとかあせないかなと思うね入力の時間とかもう必要やろうなと思うし、うんまあ、趣味の時間もそうやしね、うん、今日はずっとおなんか写真撮ったりいんかいろいろしるね、うん、あ何何えー、っとお,お OBS ならボビーさんのおスナップ写真をお えー、掲示ししてててお話もししもらってもおも面白いいと思います。小木さんの感性も感じやすいしあね、写真の話カメラやね、うん、そうそうあのたまにねこうスライドはねいいたりだすんであのこ,こんな感じでこれはちょっとあのなんかねあのちょっとちょうどこういうあの告知があったからこうはめたけど、うん、いろいろやったりするけどねもうそういうあるね 趣味全開のやつもねフェイスブックにあの投稿してるみたいな感じの,あの写真ばっかりとかねあのこの間あの京都行った時の写真とかねあのそんな話もね、うん、なんかその感覚的にはあそれが全部ね後々作品につな、えー、がったりはしてるんでね、うん、そういう、うん、なんかそこでひらめいたこととかね、うん、最近ちょっと。お なんかこう宇治の抹茶とかねちょっとあのあの辺の世界とかもねちょっと深いなと思ったりしてねあのお菓子の世界とかね <laughs> やっぱあのお菓子を愛でるっていうかうん、あの何て言うのなあのわびさび的なものとかね、うん、さっきもちょっとお,お客様とねあのこう電話で話してたんですけどなんかこう まあその方があの和装がお好きな方でですねえそ,のまあその話をしててやっぱこう伝統と革新みたいな感じのね話をしててやっぱこう僕とかだこの先もふと思ったんですけどいろんな日本のいいところを見たりとかなんかこう文化の子にちょっとでも触れたりとかしながら前まで見過ごしてたようなことがちょっとこうきこう。 感覚が引っかかるるようなことがあるんでそれを今のこのねボビアトレーザーの感性とどういうふうにこう混ざり合えてですねオリジナリティがあるものが生,み生まれるというかねだから入力したらこう出力ね、うん、こう入れたら入れっぱなしでこうね形のほうが出るんはあのちょっと消化不良みたいになるやろうからうまく蘇作してですね、うん、なんかこう形にすることができへんかなとは。 思ってます、ねうん、あのー、写真とかいろいろ入れながらね,、えーねえー、ストーリーを立ててねやっていけたらなと思うね、うんうん、そうそんな感性の方にえ自分のあア,イ、えー、アイテムを作ってもらいたいと思います。うん、作品のクオリティは大切ですがその人に作ってもらいたいという人に惚れるとい というのがあると思うんです。なるほどね。そうやね。うん。あの僕も思いますよ。あの例えば革細工、まあ、僕は僕革造具やってるよ。まあ、まあ革細工とは僕はあんまり使いではないけど、革細工をする方って本当にもう維新だけで当たるぐらいお,おるわけよ。ね。レザー職人とかね。うん。やっぱりそそれでもこの同じものを例えば作るとして。えー このの人に作っっててもらいたいなっていうのがあったたなうがりすするんですか、ね、僕は割とそういうふうな方やったんであのこ,この人に頼みたいとか、うん、この人のためになんかしたいとか、うん、それがあの非常に、えー、大切にしてるとかですねあの同じ例えば同じもので、えー、まあまあカメラでも何でもいいんですけどパソコンでもね。 えー、そうやったらあこの人に頼んでみようかなと思ってあのー、ね相談してみようかなとか、まあ、その専門家っていうかその中でも頼,頼,頼,頼りになる人ね <laughs> あのケツ割らん人ね <laughs> でまあねそういうなんかこう責任もあるような方にね頼みたいと思うし。 うん、で、やっぱ、その、お僕も、そういうふうに、ね、少しでも。お、思われ、思われるってね、選ばれるように。な、立ち振る舞いは、あ、しとかないかなと思うしね。うん。ね、あ、ありがとうございます。えー、あ、い、ね、お。ありがとうございます。あ。あ。小原君と横川君。小原君。<laughs> <laughs> ね、昨日、スペシャルな財布を。使用、初めてよ。 お誕生日おめでとうございますね北海道はもう雪降っとうから積もってる <laughs> <laughs> うんいやこっちこそありがとうねほんまにあ坂上さんこんにちはね日曜日ありがとう見てくれて日,日常にボビーの作品を使っていく嬉しさよかっこいいぜ小原君わざわざ来た小原君出ましたもんね <laughs> あ,ありがとうね まああのこの小原君とはですね、えー、もう三十三十年以上千九百八十八年ね三十二年の付き合いねえー、彼がですね、えー、まあ今はねもう北海道のよくまさんって言われたかな北海道って検索してみてみんな北海道北海道で調べたら多分できるてと思うし。 えー、僕はですね尾、えー、原君のために原君と出会ってですね、えー、僕が出会ったのですね、えー、僕はあの当時はですねギターアコースティックギターとぶら下げてですねその時は僕は竹刀を持ってましたねあの剣道の竹刀をそそそ、まあ、ちょっとひょんな機会で、えー、あのいた,だいたものなんですけど北大,北大剣道部の首相綱島さんいう人ですね今綱島さんはどこで何をしてるんでしょうかね。うん 僕はあのひょんなことですね札幌の大通公園というところでストリートミュージシャンで歌ってたらそこの,え方があの,の寮の方がなんかじっと見てる方がいてて声かけられて「ねえ今日どこ泊まんの?」とか言われて「いや今日別に僕今北海道ってばっかりですわ」ってでそこからですねえそのなんか寮ですよ北,海道北大の。 うん、寮に行ってですねそこでなんか,かんな,んかよなんかそういうバンカラな感じのとこがあってでまああの夜中にですね、えー、いろんな人がこうワーッと来てですね、えー、その中でいたのが綱島さんっていう方ですね北大剣道部の師匠で大阪出身の方らしいですようんで,であの「俺の命をお前にやろう!」とか言ってねなん,かなんかすごい気に入られたんですよね僕ね当時ね。でまああの竹刀を持ってですねそ、ね、の竹刀を持って。 ギターぶら下げてて <laughs>、えー、旅を回ってたわけですよ <laughs> 必ず「そ何で市内持ってるんですか?」って感かれねそんな時にですね富良野の駅でですね僕が富良野にこう流れてて流れ着いてね富良野の「メロンオリのおっちゃんがおる横でですね、えー、夕方になって,て歌を歌ってたわけですよちょうど富良野のへそ祭りっていうところでてねその日ね7月の末ぐらいですわ多分ね。 で歌を歌ってたらですね声をかけてくれたのが玄さんとかこその一派がいるわけですよ。ね、その中の中一人でお笑くんですよ、ね、で彼は当時日本一周の旅を、ねえー、してたわけです。ねえー、なんつうのねあのバイクのねあのバイクっていうモトクロですよね。うんでよくねの 後ろの下りてね。ええー、いろいろ。美瑛の街の,のね。美瑛町、すごいいいとこなんですよ。美瑛。もう、そこの町をですね。ええー。うろうろ。連れてて前田晋三。写真館とか行ったりしましたね。うん。で、まあ、あの、その、小原君がですね。えー、の今、僕も曲も作ったことありますね。<laughs> <laughs> で今ねこうやって、えー、彼はカメラマンとしてですね、えー、人気をあるね不動の人気をあるカリスマになってますからね、うん、<laughs> ねえよかったねえ本当に、えー、なんかこう愛される人っていうかねうん愛される人ですよ小原君がね。誰かも 日本中からですね、えー、愛されている彼にですねからお戴いいただきましてですねあのー、今回ねお財布を納品をさせてもらいましたけどね本当にあのー、なんていうのな生きい生きてて良かったなって思うちうちがあの出会えて良かったなっていうことってあるやんなんかその例えば何人かこう まあ100人名前を書き出す中には必ず僕は入る名前ですね出会った人でこの人に100人を書く,書く場合ねやっぱりそういうふうに自分もそういうふうに泣くことを思われに思い出してくれるような人であれ人間でありたいなと思いますしね、うん、それはあの社会的などのこの、うん、じゃないでじゃないでいろいろかじかってるや <laughs>、うん。 小原熊でいい、ね、北海道の小原熊でね昨日からあっ明日から雪なんやうあ行きたいな北海道冬の北海道はないからね夏しか行ったことないからうえー、っと1988からそうやなほんまつな綱島やで綱島ほんまあの曲そう「再録よろしく」そうやねうそうするわ。 もうほんまにあの一番なんかこう今でもなあの人気者っていう人っておるやんあのそのね北海道はのね彼は人気者ですよ誰からも愛されるもう会うたびにね愛される、うん、あのなんて言うのないつまでも余韻が残るというか、うん、一緒になん,かなんかこう。 今でも思い出すが焚き火しながらですね柏園というところですね、えー、やっぱりこうみんな旅をするというのにも、ね、単なる陽気なあ旅もあればあ心の傷を癒す旅もあったりするわけじゃないですかいろいろねやっぱりそこ、ね、焚き火をですねみんな酔っ払って遊んだ後にですねまあみんなこう酔っ払って聞いていくわけでしょうあの自分の寝ぐらというかテントの中で。でその中ですね 何か何か残って焚き火を囲んでですね、えー、ギターポロポロンと弾きながらですねなんかこう焚き火の弱,弱くなったあパチパチという煙の中で,ですね、えー、火を見つめながらですね、えー、腹割って、えー、いろんなことを話し合うわけですねもうふるさとも環境もみんな違うところで、ね、生きている方みんなそれぞれね。 なんかそういう時間っていうのはあ非常になんかこう旅をおなんていうのな豊かにさせてくれるというか、うん、なんかうん、なんていうのなふるさとの友達と同じぐらいの波動があるというかね、うん、なんかそんな感じがするね。な、うん、なんかそういう思いい思出をその高時期に うん、共有できたことがあ僕は嬉しいしこれから先もですねなんかなかなかねそういうふうなこ経験というかちょっとずつやっぱりなくなってくるような気もするけどただあのそういう心ね,ね心の心持ちっていうかなそれはあそのままなんかこうねついであの意識で、えー、過ごしていきたいなと思いますしね。うん、なんかかそのおかげで うん、なんかこうなんかこう何て言うのおしい人ばかりがね周りにいてるなって思いますねまあ一人でいる時間も確かに僕も長いですけど、うん、やっぱりそういう仲間のことをね、えー、僕はもうどんなことだっても仲間と思いながら、ね、ボビー・アトレザーをことを愛してくれる方も、ね、また何かの時に「おう」って会えるかもしれませんしね。うん なんかそういう感じでですね、えー、一つ一つをねのエピソードをね大切に、えー、していきたいなと思ってますね。はいねはいあもう今日はななんか二十七分ねあありがとういい時間だったよいやほんまになあれが良かったよなうんでな <laughs> なんかうやっぱりこう涙しながらですね。 楽しいこともつらいこともあ全部が、ま、こうないまぜになってさ、うん、なんかこういいもんが出てくるんじゃないかな思うし、うんね、やっぱりこうなんかこう自分の人生みたいなのをね振り返った時によかったなって、うん、なんかそう思える仲間ですね。 この配信を今見てくれてる方もそうですしうん大切なあ皆さんが大切ですねもう最近思いますよ53なんですけど今ねあの時間っていうのが非常に大事だなって思いますねまあ無駄な時間は過ごしてはありますけど時間もありますけどね何かの大胆な時間も確かに過ごすけどうんなんか。 なんか知らん間に一日が終わったなとかもありますけどねただまあ,あ今はねここにいる時間はですね何かしら手先をもうなんかもう僕の人生多分手先を動かす仕事なんでしょうね多分ね, <laughs>、うん、ねあのこの手先がねきびきび動く限りですね一、えー、人でも多くの方ですね作品をですね届けていきたいなと思いますしね愛していただきたいと思いますしね、えー、まあそんな感じでですね えー、今日はね、えー、そんな日曜日の緩い話でしたけどもいろんなことをですね <laughs> 結構ねエピソードをお話しさせてもらいましたけどねなんかそんな感じでですね、えー、またあーこういう時間をね作ってみたいと思いますまた明日からね、えー、ゆっくり配信もさせていただきますしねブログとかもインスタ YouTube チャンネルいろいろね、えー、時間があったらね覗いてやってもらえたらなと思いますそれでは素敵な日曜日をお過ごしください